皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回も幽霊屋敷からの脱出を目指すゲーム、ザ・コンジュリングハウス実況プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は殺人人形に地下室に突き落とされちゃったのよね。そこで謎のマネキンパーツを回収して終わったんだ。ここから出るためにはおそらく全てのパーツを集めマネキンを完成させる必要があると思うの。私もそう思います。きっとこの地下室のどこかに集めたマネキンのパーツを装着する台か何かがあるんじゃないかと。メモ拾ったので見ましょう。またエルドワインさんのメモだね。今回も奥さんに関することが書かれていますね。奥さんやっぱり悪魔崇拝者なのかな。何が原因でこんなおぞましいことをするようになってしまったんだろうか。呪文をスラスラと唱えられるってことはかなり以前から悪魔崇拝に心酔してたってことよね。根っからの悪者だったのかもしれん。人間を生贄にするって相当やばいわよね。悪魔崇拝ってのは恐ろしいもんやでほんま。この先はまだ調べてないよね。道のエリアだ。広いのかな。ああ、これはかなり広そうだ。今まであれだけ探索したのにまだ新エリアが出てくるのね。パーツの欠けたマネキンが飾ってありますね。やっぱり。って待てよ。パーツの欠けたマネキンが3体もあるぞ。これってつまり、3体分すべてのパーツを集めなきゃならんってことだ。そうきましたか。それだけじゃない。後ろの絵と同じポーズをさせる必要がありそうですぞ。それってつまりただパーツを集めるだけじゃダメってこと？うむ、ちゃんとポーズに合ったパーツを集めないとだね。これはまた骨の折れる作業だ。この腕のパーツは使えるかな。完全に後ろの絵と同じポーズじゃないとダメなのよね。ちょっとでも違ったらアウトだろうね。ああ、この手は違うわね。一番左の人のポーズと同じにするには手を下ろしてるパーツじゃないとダメね。つまり今装着したパーツは外れってことね。正しいパーツを探しに旅に出ますか。確か前回探索した場所にまだ一つパーツ残ってた気がするよ。あったっけ。うん。この辺りを少し調べてから取りに行こうね。またマネキンが置いてある。こっちにも。動き出しそうで嫌だな。じい。動いた。今動きましたよね。うん、バリバリ動いてた。あ、腕のパーツだ。これは使えるパーツかな？どうだろう。一度装着しに戻るか。パーツ一度に一つしか持てないの辛いわね。何度も往復することになりそうだ。これで合ってるかな？うんうん、同じポーズになったわ。あとは左足のパーツが手に入れば一体目は完成だね。そうだね。他の二体はまだまだ手直しが必要そう。そんじゃ用務の言ってたパーツの落ちてる場所まで戻りましょうか。そこを左よ。こっちか。出たー。あんたこんな場所にまで出没するんかい。どうしよう、セーフゾーン老婆の出現した先だ。これはお守り使うしかないわね。貴重なお守りだ。今のうちにセーフゾーンに避難しましょ。これって一時的に追い払えただけでセーフゾーンに避難しない限りまた出現して襲ってくるんだよね。ほんと厄介。ふう、助かった。あとはこの中で音が鳴り止むのを待ちましょう。このチェイス中の音楽が消えたら外に出ても安全なんだよね。そうね。よし、そろそろ行くか。もう出ても大丈夫そうだね。しかしこのセーフゾーンって一体誰が作ったんだろうね。エルドワインさんか他の仲間じゃない？ほんと有能だわ。ちょうどさっき話してたパーツの近くまで戻ってきたことだし回収しちゃいましょ。ここら辺にあるんだっけ。この先よ。あーここか、確かに前回来たわね。ほらあった？これは腕のパーツかな？足じゃない？左足のパーツ来たー。これで1体目のマネキン完成するかな。早速装着しに行こうね。足持ってきたでー。装着。よし、これで完成だな。残り2体のパーツ探しに行きますか。行きましょう。また落ちてるよ。パーツ自体は結構簡単に集まるわね。問題はポーズに合ったパーツか否か。てか普通に出来上がってるマネキンからパーツ取ればよくない？そこかしこにパーツの欠けてないマネキンあるやん。うーむ、ポーズの問題ですかねー。さて、この左腕を欲してるのは誰だ？あちゃー、今回回収したパーツ使えなさそうですね。ダメか。次探しに行きましょ。バッテリー交換しとこ。
うわぁ、なんちゅう広さ。まだまだ先に進めそうですなぁ。あ、今何かが横切っていきましたね。サイズ的に人形かな？マネキンが当選簿してやがる。正面はダメだけど左右どちらにも進めるようになってるね。ひとまず左の部屋からチェックしていこう。バッテリー発見。ちょうど一つ分空きがあるのでもらっとこ。わぁ。人形が落っこちた。今回のステージでも人形が猛威を振るうのね。あ、動いた？うん、動きましたわ。何そ知らぬ顔してんのよ。見張ってるからな。今度はカートが。この地下室怪奇現象起きすぎ。今回はじわじわ怖がらせてくる感じなのかな。消え！上から何か落っこちてきた。マネキンだね。なんでこんなにたくさんマネキンがあるの？儀式に使ってたのかな。しかしなかなかパーツ出てこないわね。序盤の流れでホイホイ見つかるかと思ったけどそうでもないのか。そろそろ一つくらいパーツ欲しいわね。ありました。この形は、使えるかも。ここまで来て使えないパーツだったら悲しいわねー。マネキンが浴槽を覗いてるね。あんた何見てんのよ。うわぁ。逆にガン飛ばしてきた。マネキンにしか見えない何かがそこにあるのかしら。怖いから関わらんとこ。それじゃ新たに手に入れたパーツを装着しに戻りましょうか。あ。もうマネキンが動いただけじゃビビらなくなってきたわ。あれ、道間違えたか。ここはまだ来たことない場所だね。持ってるパーツの確認が終わったらまた来よう。暗いといつも以上に迷うわね。方向音痴の私にはきついステージだ。道しるべ的なアイテムが欲しいわね。左だっけ。そうね。この布って取れるのかな。取れた。なんだお前か。行儀よくそこでずっと布をまくってくれるのを待ってたのね。ということで戻ってまいりました。装着。おお、これだわ。後ろの絵のポーズと同じになったわね。あとは頭と右腕が手に入れば2体目も完成だ。それではサイドパーツ探しの旅に。レッツラゴー。ということで先ほどのマネキンがたむろしてた部屋に戻ってまいりました。このパーツは間違いなく使えるやつだ。配置からして絶対そうだよね。え？この音は殺人人形か？ダディダディ言ってるから人形で間違いなさそう。どこだ？どこから来るんだ？足音は聞こえるけど姿が見えない。もしかしてどこかに引っかかってるのかな？そこか。アディオス。ではまたパーツ装着しに本部に戻るとしますか。この往復が地味にめんどくさい。このマネキンどかせればショートカットできるのに。主人公それくらいのこともできないのかしら。無駄な力は使いたくないらしい。無駄ではないんだよな。やっと戻ってこれた。この子の足だね。あとは3パーツか。中央のこの頭と右腕、右端のこの右腕だね。頑張って集めるぜ。腕のパーツあったわよ。このマネキン今イエスフォーリンラブしてましたよね。なんなのこのポーズ。完全に主人公をバカにしてますねー。バカにはしてないでしょ。ではまた本部に戻ります。この子だな。おお、2体目完成した。これで残るは中央のこのみ。引き続き頑張って探していきましょう。おお。また新しい部屋見つけたわね。木箱の奥から人形がもっこり反してる。ひょっこりじゃなくて？はい、消えた。また襲ってくるのかな？完全にいなくなっとる。どこ行っちゃったんだろう。まあいいや、探索を続けよう。ということであれから何事もなく残り2つのパーツを回収できました。最後のパーツを装着。お、今音が。わお。この流れは。ゴフだ。これで何個目だろ？忘れちゃった。5個目くらいかな？地下室の鍵も来た。これで元のエリアに戻れるのかしら。そういえば陰謀の鍵は手に入らないのね。陰謀の鍵を使う扉が地下室の出口ってわけではないのかな。とりあえず一旦セーブして地下室の鍵が使った。また出たー。やたらと出たがりだなぞ。序盤と同じ場所から出てきたわね。まったくもう、今日だけで2個もお守り使っちゃったよ。お守りを消費させる作戦ですかね。汚い、実に汚い。あ、そういえばゴフ破壊してなかったわね。これ破壊しないとセーフゾーン入れないんだよな。よしよし、これで避難できる。
まったく忙しいゲームだぜ。無事到着。セーブしてっと。これで万一やられても大丈夫。あとは嵐が過ぎ去るのを待つのみ。待つのみって美味しいよね。は？もう大丈夫そうだ。それじゃあ地下室の鍵が使える扉まで向かいましょ。どこだったっけかな？そこじゃない？ビンゴ。ここから上のフロアに戻れるといいわねー。安定の広さ。ここも迷路みたいに入り組んでるわね。まだまだこの地下室から出られなさそうだな。この隙間は嫌な予感がしてきましたよ。隙間と言ったらやつよね。まさかここでまた出てくるのか？隣の部屋に通じてたのね。この場所はなんだ？牢獄か？儀式に使う人間をこの場所に閉じ込めてたのかもね。おっかないな。このステージの広さ、そして通り抜けられる隙間の多さ、間違いなく出てきますね。と噂をすれば、鎖を引きずる音が聞こえてきたわね。ついに奴が現れたようです。この先か？いない？音は聞こえるんだが姿が見えん。ここだけロックがかかってるよ。怪しいですねー。出たー。やっぱりお前か。巨人の悪霊。しかしここからどうすればいいのか全くわからんぞい。あのロックされた部屋が怪しいけど。一旦奴をこの辺に引きつけてもう一度あの部屋を調べてみよう。樽？なんで樽に布かけてんねん。紛らわしいんじゃ。きっと何か見落としてるはずだ。ああ、壁に穴が開いてる。やっぱり。隣の部屋から中に入れる？うん、いけるいける。これはちゃんと調べないとわかりませんわ。気づけてよかった。あの布が気になりますねー。一体何が隠されてるんだ？巨人が近くまで来てるっぽいけどさすがに部屋の中にまでは入ってこれないわよね。大丈夫だと思うよ。それじゃあまくりますね。レバーだ。これ引くとどうなるんやろか。どこかが開いた音がしたよ。この壁の向こう側か？行ってみよう。よしよし、巨人はだいぶ遠くにいるな。ここかな？ぽいわね。待って、この場所見覚えあるかも。以前来たことある？この人形の山、やっぱりあそこだ。ああ、以前新種の巨人に追いかけ回された場所か。そうそう。ってことはつまり、この階段を登れば、いつもの場所に戻ってきたー。よかったー。あの薄暗い地下室の雰囲気怖くて嫌いだったから戻ってこれて本当によかったです。陰謀の鍵は結局手に入りませんでしたなー。やっぱりまたあの地下室に戻ることになるんだろうね。よし、それじゃあ今回はここいらで終わりましょうかね。無事地下室から脱出できてよかったー。てなわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。